もし赤い頭巾の魔法使いがリンゴを持って現れたらもう手遅れだ。その時点ですでに幻惑にかけられている。レッドフードと異名を持つ魔法使いにはそんな逸話がある。それが本当だとすると自分は手遅れなのだろう。ねえ、お願いがあるんだけど。ある酒場で女が話しかけてきた。闇に生きる魔法使いは本来目立つ格好を好まない。これだけ鮮やかな赤装束は極めて珍しい。断る権利はないよ。私が誰だかわかるでしょ。逸話にもあるようにレッドフードは幻惑魔法の使い手である。すでに自分は彼女の幻惑に囚われているらしい。私の機嫌次第であなたの心をぐちゃぐちゃにできるんだから。伝説の赤い魔法使いは半ば脅迫するように自分を外に連れ出した。赤い幻で狂わせてあげる。色仕掛け、巧みな話術、レッドフードは人々を惑わすことで利益を得ていたと言われる。得意の幻惑魔法は手だれの魔法使いでも防ぎようがないという。レッドフードの評判を決定づけたのは結果として魔物になってしまったことだ。他人を誘惑しその命を搾取することで永遠の生を得たと言われている。なるほど。目の前にいる赤い魔法使いは一目して魔物に見えない。しかしもしすでに何十年も生きてきたとすれば化け物じみた若さである。私に逆らおうなんて考えないでね。あなたは下僕なんだから。レッドフードはリンゴを手の中で転がしながら言った。彼女はある情報を追っているらしい。それに付き合うことが彼女のかけた幻惑を解く条件だという。あなたの狙いもグリムなの？グリム教団、このところ勢力を拡大させている謎多き信仰組織だ。
レッドフードと出会った酒場はグリム信者が会合に使うと噂される場所だった。目的は一緒みたいね。グリムに関する情報にはアバロンから高い報酬が設定されている。彼女が探す情報とやらも報酬目的なのかもしれない。信者に与えられる経典によれば、かつてグリムという名の預言者がいたという。預言を信じる者たちが集まり、グリムの言葉を教義とする組織となった。興味深げにグリムの噂を聞くレッドフード。次の瞬間、表情を一変させた。行く手に魔物が現れた。背筋に汗が流れる。肌が相手の格を感じ取っていた。レッドフードの行動は早かった。相手が強敵だと気づいた時にはもう姿を消していた。彼女に期待するのもおかしな話だ。あの女は人を利用し尽くすレッドフードなのだから。Yeah!
ご苦労様。さあ先を急ぎましょう。危険が去ったと見るや、赤装束の女はしれっと姿を見せた。悪びれる様子もなくリンゴをもてあそんでいた。情報交換しておかない？お互いのために。自分はこれまで調べたグリムに関する噂を教えた。グリムの教義の中心にあるのは永劫回帰という予言だ。それはかつて世界は滅び、再びそれが繰り返されるというものである。永劫回帰の原因は神々が戯れに世界を作り変えるからだという。セルトとロムルス、神々は人間など眼中にない。グリム教団はこの双子の創造主を真っ向から否定する。どちらの神にも肩入れせず中立を貫くことが神々への抵抗の証。そこまで話したところで視線を横に向ける。レッドフードの姿が忽然と消えていた。我ながら迂闊すぎた。彼女の特技は人を出し抜くことである。貴重な情報を何の見返りもなく教えてしまった。さっきの情報は高く売れるに違いない。レッドフードを見つけ出したのはあれから3日後である。嘘と面食らっていた。グリムの情報はもう売っちゃったわよ。まだ気づいていないようだ。騙される側には慣れてないのだろう。グリムの情報は自分にとってついでみたいなものだった。まさか最初から私が狙い？そう、あの酒場に潜入していたのもレッドフードが目当てである。自分の目的は幻惑を解く方法を探ること。無論それはレッドフードがかけた幻惑の方ではない。自分の右腕が見せる幻。幻惑に精通したレッドフードならニミエが残した呪いを治せるのではないか。バカなこと言わないで。私は周りが言うほどの幻惑使いじゃない。どこからともなく方向が聞こえた。付近に魔物がいる。例によって彼女は姿を消していた。こんな捨て台詞を残して。この赤い姿で近づいて幻惑をかけたって言葉だけでみんな騙されるの？あんただってそうでしょ。それが私の幻惑魔法よ。残念だったわね。
キリがなかった。倒しても倒しても魔物が現れた。何時間戦い続けただろう。意識が朦朧とし始めた。これで死なれたら気分が悪すぎるわ。振り向くとレッドフードが戻ってきていた。リンゴを高く掲げ何かつぶやいている。魔物たちの体が不自然に倒れ寝息を立て始めた。彼女の足元には砕け散ったリンゴが散乱していた。普通の魔法使いと何ら変わりない。彼女は自身の力をそう評した。ただし赤闇のリンゴをクモスに使った時だけ特別な幻惑が使えるらしい。逸話に残る幻惑の使い手は魔物と化した初代のレッドフードだという。彼女はその孫三代目だそうだ。レッドフードという名と祖母から受け継いだ赤い装束を見ただけで誰も近づこうとさえしない。アバロンに加入しようとしたが魔物の血筋という理由で試験さえ受けられなかった。あなた変わってるわね。彼女は物珍しそうにこちらの顔をジロジロと見てくる。今までいなかったそうだ。レッドフードに取引を求めた人間なんて。右腕が見せる幻ってやつ。私じゃ無理だけどおばあちゃんならもしかして。もし赤い衣装を脱ぎ去るレッドフードという名前を隠せば世間から中傷されずに済んだ。気丈にも三代目の彼女はそれを選択しなかった。なぜ卑屈にならねばならないのか。衣服の色や名前だけで自分の何がわかるのか。三代目は差別的な周囲の視線に屈したくなかったという。私の名前はメイジ。家族以外の人間に自身の話をしたのは初めてだという。本名すら打ち明けたことがない。レッドフードで十分だったからだ。私も初めてだからおばあちゃんを目の前にするの。それは完全な魔物であった。初代レッドフード、つまりメイジーの祖母。事前にメイジーとは約束している。まず救済を試みる。こちらが望む情報を持っているかどうか尋ね、その後の処遇はメイジーに任せる。なんか相棒同士みたい。一緒に同じ標的と戦うなんてさ。因縁の魔物を前にして彼女はそんなのんきなことを言っていた。相棒同士みたい。しっかりしてよ。
ったりしてよ。その調子。Yeah!
その老婆は何を尋ねても意味のわからないことをつぶやいていた。永遠に生きた代償、人らしさなど微塵も残っていない。情報はとても望めたものではなかった。あとはメイジーの判断に任せる。それが約束だ。彼女は確実に迷っていた。生贄か救済か。祖母への複雑な思いは隠しきれない。つながった血のせいで随分と苦しめられただろうから、自分はふと口に出していた。迷うくらいなら殺すな。メイジーはアバロンの試験すら受けられなかった。だから知らないのだろう。どんな形であれ、絆を持った相手を犠牲にした時、心に負う傷がどれだけ深いものになるのか。偉そうに。彼女は深く呼吸した後、いつもの表情に戻った。でもありがとう。あなたの言う通りかもね。らしくない感謝の言葉と控えめな笑み。少しだけ覗かせていた。レッドフードではなく、ありのままのメイジーを。本当に変わってるわね。私、赤の他人に忠告されたの初めてだもの。彼女はリングを手でもてあそびながら振り向いた。この恩はしっかり返すわ、グリム教団の一員としてね。それも予想すべきだった。彼女こそあの酒場に出入りしているグリムの一員だったようだ。これが私なりの恩返しよ。メイジーの背後から白い煙が立ち上る。そして瞬く間に視界を覆い尽くす。意識まで白く包まれる。そんな錯覚に陥った。どこからともなく不思議な声が聞こえてきた。何時の願いを叶えよう。相応の代償を支払うならば。目の前に白い杯が浮いていた。それはあらゆる願いを叶える代物。結果として多くの魔物を生んだ元凶でもある。聖杯。右腕に宿った相棒。願いはその女性か。心を見透かしたように問いかけてくる。意識の中で鮮明に浮かび上がる。かつての相棒の懐かしい顔。彼女にもう一度会いたければ犠牲にせよ。目の前にいる赤き相棒を。私が犠牲になれば叶うの、その願い。Thank you.
ないものに見え、多少に振る舞うことがさらに他人を遠ざけた。だから踊る、あなたも特別よ。解放ができたらこんな感じなのかな。苦しいね、特別な人と戦うなんて。自分は怒りを隠せなかった。ふざけた真似はするなと。あれバレてる。これは全てレッドフードの幻惑だ。その証拠に彼女の足元にリンゴのかけらが散っていた。赤闇のリンゴを供物に捧げたのだろう。ごめんなさい、大事な人だったんだね。彼女は頭を下げていた。怒らないで、資格を見極めようとしただけよ。グリムへの参加基準はたった一つ、神に頼らない心の強さだという。幻惑にも惑わされなかった。あなたはグリムの精神にふさわしい。メイジーには悪いが、自分は首を横に振っていた。グリム教団にも永劫回帰の予言にも興味はない。それに彼女は勘違いしている。もしあれが本物の聖杯だったら抑えられなかったかもしれない。もう一度彼女に会えるという願い。死んだ人間がそんなに大事なの？自分は右腕を掲げていた。相棒はまだこの中で生きていると。右腕の彼女が何かを言っている。彼女の声に耳を傾け、その衝動のままに生きている。それが自分に課された業だから。三代目レッドフードは頬を膨らませていた。納得いかないな、レッドフードの誘惑が効かないなんて。赤い装束を翻し、背を向けて歩き出した。私もまだ力不足ってことね。いつかきっと誘惑してやるんだから。メイジーはなぜか嬉しそうな笑顔で雪辱を誓っていた。新しく変化のあったページがあるぜ。ちょっと覗いてみろよ。聖録が追体験可能になったぜ。所属を書き換えればその組織の人間として追体験できるだろう。こいつは補足だが、日記の書き手はあくまでアバロンの魔法使いだ。所属を書き換えても書き手の生涯まで変わるわけじゃない。激動の物語は簡単に書き換えられるほど軽い代物じゃねえってこと。そのあたりは忘れんなよ。